コメント実験は私が博士号を取って以来なので、2008年から携わってます。2018年に初めて、8ギガ電子ボルトまで加速した陽子をこのハドロン実験施設まで取り出したんですけれども、その時は既存の、A ラインと呼ばれるビームラインに取り出して、80秒に加速したビームを測ったんですけれども、今回は、コメット実験用に新たに、専用のビームラインとして建設した C ラインというビームラインに初めて、陽子ビームを取り出します。そうですね、その実験で実際に使うビームの条件で実験ができるっていうことはまず第一ですね。今までは開発した検出器をそれぞれいろんなビームで試験してきたんですけれども、それは、コメット実験のための条件のビームじゃなかったんですね。で、今回その C ラインを作ったことで初めてコメットの本番で使うビームと同じ条件のビームが使えるようになるということです。もとそれもとは、は、コメット実験は2段階で実施する計画で、フェーズ1、フェーズ2とあります。で、フェーズ1の建設を進めていたんですけれども、先ほど話した C ラインという新しいビームラインが完成するので、その C ラインと、それから C ラインで輸送した陽子ビームから作り出したパイ中間子がきちんと輸送できるのかどうかということを、まずフェーズ1の始める前、試運転して確認しましょうということで、フェーズアルファという前段階の試験を実施することにしました。2月の頭からまず最初に加速器の試験を始めて、で2月の9日か10日頃から、このハドロン実験施設に陽子ビームを取り出し始めて、でその、陽子ビームの調整が済んだら、2月の半ばに、初めて、コメットの実験室に、生成する中間子を輸送します。でそれが、フェーズアルファの前半戦で、でその後2週間の中断を挟んで、3月の前半に2週間かけて、今度はその輸送する中間子の、輸送する磁石のコントロールですね、こういったものをいろいろと試験しながら二次粒子の、精密測定を行います。今までビームラインの建設っていうのは全部計算上で、こういった磁場を置いて、そこにこういう粒子を輸送してと、全部計算上だったんですね。その計算がきちんと正しくて、思ったところに思った、エネルギーの粒子が思った数届くかということが確認できて、初めてビームラインがきちんと建設できてたという実証になります。